よし、ここクリアしたから次ゴロン行きますか。めちゃくちゃ面白いけどね。いいよ。もてあそばれとるね。やばい、時間が。意外に短いな。お、通知が来るとつい見てしまいますか。いや、嬉しいですね。視覚の見極め、あー、そういうことね。んで、急いで登って反対側へ。おお、なるほど。お邪魔の仕組み。一番厄介なやつが。あかん。ちょっと待って。いや、これは間に合わん。燃える。あそこに立てと。じゃあ行こうか。なんかいるね。あいつらにまず話しかけるか。どうせ根性で根性で立てとかいいんでしょ。溶ける気がするけどね。これ超金だ。押せるね。どう？ギリギリオッケーにしてね。よし。遮るものかな。で、これも同じ容量でいきゃいいな。ああ、そうか。こっちはジャンプできんね。浮かせといて速攻でビタロックってどう？え、違うわと。
で、ここにも1個あるのが気になる。とりあえず引っ込む。わかった。こういうことでしょ。いや、そうだ。しかし、行かせんと。そうか、落ちないのか、爆弾が。え？こっちだよ。あ？やばい。あ、やべ。やる気出したね。あれ、こっち来ないのかな。めちゃ綺麗だな。おお。上昇気流があるから爆弾使えないね。動かないってことね。宇宙空間。乗れるね。やばいやばい、これで落ちちゃったらまずい。よいしょ。ああ。ああ、よし、パターン入った。よいしょ。やばい。メガマグロックだって。取ってなかった。よし。会長、会長、会長。違いましたね。起動予測。懐かしい。まあそうだよね。ここといえば。ここといえばっていう仕掛けだね、これ。まあ遠くなるほど難しいよね。さらに動く。しかし、あ、よし。くそ、また中でできた。あ、おお。ちょ、B ボタンが押さない。よし、これじゃない。ついっ。あー、よし。オーケーオーケーオーケー。ん？なんか下に降りられるの。この遊び結構好きなんだよね。あ、ちょうど1時間ですね。ということで、今夜の配信はここまでですね。次回ライブ配信するときは、
実際にルーダニアに行って、まあ、ボスを倒すというところをやろうと思います。はい、ということで、今回はここまでにします。ぜひショールームの方もフォローお願いします。でこちらで配信したものは短く編集して YouTube の方に上げてますので、ぜひ YouTube の方も遊びに来てください。ご視聴ありがとうございました。